敵のラーメンは本能寺にあり。次回11月4日水曜日、戦国武将ラーメン明智光秀出陣。戦国時代、戦場でうまいラーメンを食べることが戦国武将たちの最大のステータスとなっていた。天下布武を掲げ時代の最先端を行く織田信長は、筆頭家老の柴田勝家と羽柴秀吉をラーメン開発団長に任命し、天下一の最強ラーメンの開発を命じていた。ところが一番の出世頭であった明智光秀は信長から任命されることはなく、光秀の落胆ぶりに家臣たちも悔し泣きに暮れたという。そして迎えた天正10年6月2日、柴田勝家を打ち破った秀吉のラーメンが京都本能寺で初披露されようとしていた。まさにその時、明智光秀とその家臣たちが本能寺へ向かって出陣した。彼らの思惑やいかに。